ガングロ。ガングロは1990年代後半から2000年初頭頃をピークに日本の若い女性たちの間で流行した髪の毛を金髪かオレンジ色に脱色し肌を黒くするというスタイルのオルタナティブファッション。渋谷や池袋がガングルファッションの中心地だった。ガングロは1990年代の日本の コギャル文化から発展した新たなファッションスタイルで現在も続いており、このスタイルを取り入れているのはほとんどが若い女性たちである。ガングロの名称はガンガン黒いの略称。顔面が黒いガングロガングロという説もあるで、顔を真っ黒に日焼けさせることが由来と言われる。通常は日焼けサロンで焼いたり、極度に濃いファンデーションを塗ったりして黒く見せる。 ガングルファッションには、濃い褐色の顔に、オレンジからブロンド、ハイブリーチとして知られる、シルバーグレーに染める組み合わせが用いられる。黒いインクをアイライナーとして、白のコンシーラーを、口紅やアイシャドウとして用いる。つけまつげやメイク用のラインストーン、パールパウダーなどがしばしばこれに加わる。厚底靴を履き、鮮やかな色の服を着れば、完璧なガングロルックとなる。 また典型的なガングルファッションとして、他に、絞り染めのサロンや、ミニスカート、顔のシール、ネックレスや、指輪、大量のブレスレットなどがある。ガングロは、若い女性を、グループ分けするのに用いられる、スラングの一つで、通常は20歳前後の若い女性を指す、ギャルというサブカルチャーの概念の中に分類される。なお、日本文化の研究者の一部ではガングロが、 伝統的な日本社会に対する復讐の一形態と考えている。その研究者たちの主張では、日本文化に根ざした無視や社会的な孤立、日本社会自体の制約といったものに禁する憤慨の現れであり、彼女たちの個性や自己表現によって、学校の基準や規則に対して公然と反抗しようという試みだという。また、エックや、 小悪魔揚げ派のようなファッション誌がガングロ文化に直接的な影響を与えており、他にもガングロを商用した雑誌としてポップティニアエゴシステムが挙げられる。またガングロはジャパニーズダンススタイルであるパラパラとも関係があるが、大抵パラパラダンサーはガングロではなく、ガングロも大抵パラパラダンサーではない。とはいえパラパラを踊る女性にガングロやギャルが多くいることも確かである。 最も早くガングロを取り入れた有名人の一人がブリテリであるが、彼女のニックネームはブリをテリヤキにするときに使う醤油に由来する。ガングロが大流行の真っ最中にエッグがしばしば紙面で彼女の特集を組んだことでブリテリはスターになった。彼女は渋谷の日焼けサロン、ブラッキーのモデルや広告塔として活躍したが、社会的な圧力やマスコミによるネガティブな報道で、 ブリテルは引退に追い込まれた。ガングロから発展したスタイルにヤマンバとマンバがある。ヤマンバの子球派とマンバ、特に知られているのは2004年のマンバであるわ。真っ黒な肌と白い唇、淡い色のアイメイクを施し、目の下にはメタリックなラインストーンをつけたり、明るい色のサークルコンタクトをつけるというのが特徴だった。服装はプラスチックの蛍光色の服に、 ハワイ風の例、しばしば、アルバローザのなど、不釣り合いのアクセサリーを身につけるのが特徴である。顔にラインストーンを配すことは2004年に流行ったが、その後すぐに廃れ、マンバもしばらくして、姿を消した。今日のヤマンバはさらに極端なスタイルになり、より多色で作り物っぽいものになった。2008年のマンバはより黒いメイクをするようになり、ラインストーンなどがつけられることはなくなった。 髪の毛は大抵蛍光色もしくは明るい色で、特にピンクが好まれている。ドレッドやエクステ、クリップなどで髪をより長く見せる。ファッションはそのままだが、例はあまり身につけないようになった。ヤマンバとマンバの区別は難しくない。ヤマンバは目の上だけを白くするが、マンバは目の下を含めて白塗りする。ぬいぐるみやブレスレット、鈴や、 ハイビスカスなどもキーワードである。彼女たちのスタイルを男性に持ち込んだものをセンター街と呼ぶ。彼らがよく出現する渋谷センター街もじったものである。ヤマンバという名称は彼女たちが渋谷センター街、宇田川町に住んでいるわけではなく、周辺の山の手地域、小島などに居住していることをおやゆしたものである。山の低エリアに住んでいる女性ヤマウバヤマンバ。 ガングロを実践する人間たちは、この言葉がガンガン黒に由来しているという。ヤマンバは、その装いが似通っていると言われる、日本の民話のヤマンバという山に住む鬼ババアに由来する。現在では、ガングロは顔を黒塗りし髪を明るく脱色して、同じようなブランドの服を着ている少女、あるいはギャルを形容する言葉となった。しばしば、お姉ギャルや、 セレブといった言葉と混同されるが、前者は大抵高価格帯のギャルブランドを指す場合に、用いられ、後者は高価な西洋のファッションを主眼とするものであ。このスタイルはアニメコンベンションを通じて世界に普及したが、ギャルファッションはコスプレとは異なる概念である。西洋でギャルファッションをする少女たちも、同じファッションスタイルを楽しむ、人間同士の、いわゆるギャルサーを立ち上げている。 彼女たちは一緒にブラブラして時を過ごすが関係はとても姉妹的なものである。ギャルサーは日本でもポピュラーな文化でありモーニング娘。の矢口マリをフィーチャーしたギャルサーという番組が制作されている。現在ではイギリス、アメリカやその他のヨーロッパ諸国をオンラインを通じて運営されるサークルも存在する。近年ではイギリスのギャルサー。 ハイビスコーグヤルーのブリティッシュマンバが b b g のインタビューを受けた。彼女たちによれば、日本のファッションをヨーロッパでも理解し、接しやすいものにしたいのだという。特筆すべきものとしては他に NHK の人気番組、東京かわいい TV がある。これは日本における若者の最新のファッションを追うものだ。上記のイギリスのサークルも、ヒメギャルの特集で2008年3月に放送され、 スペインのギャルサーも2009年8月に番組内に登場した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。